仙台からこの東京も狙ってるんですか。もちろんです。ですよね。もう年内には必ず出さないとまずい。でもさっき言ったもう回転寿司に限らずギリギリじゃないですか。はい。これはもうこれだけ物価高になっていて、はい、いろんな情勢によって、はい、いくつも円安も含めながらギリギリだって言いながら攻めなきゃいけない、はい、そしていよいよ伊達藩攻めてくる、はい、ね、伊達藩攻めてくる、はい、どんな寿司屋作るべちゃったらけ教えてください。これ株価にも影響しちゃう。どんな寿司屋を東京の場合またアレンジしなきゃいけないでしょ。そうですね、仙台とはまた変えて、あの、ぶ、まあ、あの家賃も違いますし、圧倒的に違うもん、あの人の人件費も違いますし、うん、ここからあの送るコストもどうせならかかりますし、あのいろんなものは今シミュレーションを始めたところなんですけども、はい、世の中成功した方々でご飯食べて、昔お寿司さんって大体2万とか3万ぐらい食べたのが、さっき5万円とかするじゃないですか。高いですよね。和食屋さんも寿司屋さんもこういうところで格好つけて人を接待しようとも言ってて、それが倍になってた時の自分のうろたえにうろたえです。そう。何をだったらもっと安いとこ始めて取っとけって話。いや、倍になってますもんね。倍になってます。で、僕そのそこに美味しいなと思うんですけど、これだったら大体原価分かるようになっちゃったんで、あ、これだったらまず勝てるなっていうのと、うん、もっと美味しいものでなんか気楽に行きたい店ってあんまなくてですね、こうピラミッドでいう一番上のところはもう引っ張っていただいてどんどん高くその世界で高くて、それでもブランドで来るんだ、もうそれもいいと思うんですけど、その真ん中のあたりっていうのはまだまだ開拓の余地があると思ってまして、今ね中間層破壊されてます。はい。トップと回転寿司のリーズナブル系が裾の広げ、はい、ここだ、はい、そこをうまくでブランド化取りたいな、うん、でこういうお店もあるんだけど、はい、今ウーバーイーツでやったり、はい、いろいろ出前館でやったり、ここも頑張ってると思うんですよね、はい、コロナ挟んで、はい、だけどここでグッと図抜けるやつを作りたい、作りたいです。でそれの具体的な赤黒赤黒楽天からいや意外な寿司種があるそうじゃないですね。あのまずは王道で勝負できるんで、ええ、マグロで勝負できるんで、こっからのマグロで、はい、そこでまずは勝負して、これでまずは五感で勝ちたいなと。塩釜マグロ一番の水揚げ、これはなんとかせないか、仙台と外ね、隣同士だから、間を挟む都の城含めて、はい、これやっと俺仙台っていいホテルもいっぱいできてるし、はい、綺麗じゃないですか。いやそうですね、はい、でみんな温厚で優しいし、はい、どうしますか。僕あのこれ日本の課題だと思うんですけど、はい、地方の人って、僕東京まで東京育ちなんですね、はい、で私こっち来て10年経つんですけど、自分たちの魅力を、はい、気づいてないのと発信するのは下手なんですよ、うん、で僕いろんなとこ行くんですけど、もう美味しいご飯屋さんだったり観光のいいところだったり綺麗なその、まあ、海だったり山だったりあるんですけど、それをこう出す能力が非常に日本人やっぱり下手くそだと思うんですよね、うん、これをなんとかできたら、要するにいやじゃあすぐ外国の方来たら京都行くんじゃなくて、あ宮城に行こう、岩手に行こう、山形に行こう、秋田に行こうってなってくれると思うんですよ。それがもっともっとできるようなことをやりたいなと思ってるんですけど、その一個が、まあ、まずは私が塩釜港で、なんかこれがわーっといったら、あ、こういうふうにやればいいんだっていうのをなんか作りたいなと思ってます。いやー、この情熱と発想力を持ってそれができると思います。最後にですか、はい、はい。なんで私を選んでいただいたのか、ちょっと最初に実はお伺いしたかったです。選ぶって。いやいや、それが。そんな社長、ドイツメンヘンの飾り窓じゃないんですか。いや、あの、実は YouTube に出させていただくの初めてなんで。あ、そうですか。はい、あの。僕はね、インタビューを見たことが何回かあったのと、はい、なんといっても始まりは、ホーステの黒縁メガネの時の、逆転を優勝に導いて、あの震災で傷んだ人たちの気持ち、日常をっていう時のあの特集も印象に残ってたし、それでポーンとやめられて、こういう塩釜っていう地元にこだわって、ここの1店舗から始めるって社長になったっていうところで、またグイッと来て、いつか出てほしいなと、じくじく思ってる。こんな硬い感じで大丈夫だったんですか。すみません、もっと、いや僕、いや僕、野球の話をしたらいいのかなと思ってたんですけど、大丈夫ですか。いや僕、今回、そういう意味で初めて、はい、サラリーマン、今、社長って言われてたんですけども、サラリーマン社長って言えばサラリーマン社長だったんですね。それがあの代表品を押すので責任は私にあったんですけども、はいはい、まあ、その一方で大会社だったんで、うん、言うても大きな傘の下になる、うんうん、今回本当に自分でやるっていうこのステージの違う勝負っていうのはまたこう自分の中では
あ、こんなに大変なんだっていうことは。あ、そうか、積極果敢なサラリーマン社長だったわけで、はい、業態変わったことで、はい、また自分のシートが違うんですね、座席がね。もう全く違いますね。社会から信用もゼロじゃないですか、うん、言うなれば、うん、ブランドになってない、まだ全くないです、はい、ですし、振り返っても過去ずっと大きな傘を下にいたんで、守られてたんで、はい、あ、これはこれでまたすごい荒波に来てしまったなと。まさに荒波、はい、式の時には船は出ませんけども、はい、潮釜で、はい、じゃあ最後に一つだけ、はい、もう楽天に感謝だ、三木谷さんに感謝してるけど、楽天はもう母体がすごくて、はい、屋台骨いっぱいいろいろやってて、で楽天のもうそのマーケットもすごいわけだけど、はい、モバイル大丈夫ですか？いや本当に大赤字とか言われてね。はい。でもあの先日あのお会いした時にもやっぱりビジョンも三木谷さんの中にありましたし、あの僕はやっぱりずっと10年間約見てきて、やっぱり仕事に対するそのコミットが半端ではないので、多分皆さんが想像する以上に仕事される方なんで、あのこの難局を乗り越えられることができる人だなと僕真剣に思ってます。この難局を経てもうちょっとした先の地平を見、あの人は見てるかもしれませんね。今はもしかしたら本当に大変な荒波だと思います。まさに荒波だと思いますね、はい、試験の真っ最中ということで、はい、でもどっかに賞賛を持ってるんでしょうね。だと思います。ねえ、あのこれは多分近くにいた方々はみんなご存知だと思いますけど、想像を絶するぐらい働きます。まああのモバイル4000億だなんだっつってバーッとニュース出た時の嬉しそうな YouTube のホリエモンそれは確かに球団買うところから始まってしのぎを削ってるつもりなかった。それでこう三木谷さんがああいうふうに楽天持って、はい、でホリエモンさんは持てなかったっていう、いろんなの人間ってのあんのかなと思ったけど、めっちゃ嬉しそうに語ってましたね。いやあの僕あの彼とももう付き合いが本当長いので、ずっと昔からまあ、彼が大変な目になる前からよく堀江さんとも、はい、長いんですけど、まあやっぱり彼は彼の本当 の, その近くはないんで、なんかこう嬉しそうにやるのはやめてほしいですよね、はい、やっぱりいや人間のそういう心理はわからないでもないけど、はい、そこちょっと抑えないとね、うん、僕は本当に日本を良くしてほしいんで、みんなに、うん、彼の能力をこうそっちに向けてほしいんですよ。ホリエモンの肩持つと、あの人再起走りすぎてて、まあロケットに目つけるもそうだし、もともとのインターネットもそうだけど、うん、やっぱすごい嗅覚と才能、頭の良さがあるんで、どっかバカを小バカにするっていうのができちゃって、それでそれを闘争心にしてきてるのかっていう、ちょっとね、はい、あれを取ればもっといいのにね。でも彼は本当天才だと思います。天才ですもんね、はい、あのやっぱり宇宙をこんだけ最初に言いましたし、先見の明ですよ、ね、いやもう本当に彼も天才だと思います、ね、もう天才と天才の戦いなんで。そうか、はい、まあもう皆さん気にさせなくても事実は1個しかないんで別に、はい、あそういえば三木谷さんと立花さんが一緒に飲んでるところで会ったことありましたね、バーでね、はい、西麻布のバーで、ね、西麻布で、はい、あそれを思い出した。あれもうあの時ちょうど、はい、イニエスタ選手、あ、じゃあバルセロナにスポンサーをやるかどうかで、はい、実際ちょっと悩んでらっしゃる頃だったと思います。あ、そうですか、はい、で僕ちょっと話あるからっつって、そこでどう思うって話をしてた時にクエスさんいらっしゃったんです、ね、いや僕なんかはね、立花さんにしても三木谷さんにしてもスッと立ち上がる感じでこうお辞儀された時に、いやこの人たち怖いわと思いました。普通だったら飲みながら打ち合わせしてる感じで和やかかどうか別にして、あどうもでいいわけじゃない、はい、そパンと立ち上がるっていうのが、俺は誰、大山マスターズかと思ってそんな格闘界だって大山マスターズだったら立ってもらって、はい、いやいやどうもですよ、なんで俺みたいな1回の喋り手をやってくれるのかってちょっとびっくりしました。いやいやいや、経済、まあ経済が逃げてみませんけど、やっぱり経済界の方がしたら藤田さんとお話できるってことはすごい光栄なことだと思うんで。いやいや、そんなことないですよ。でも今日本当にお会いできてね、
光栄です、ね、本当に勉強になりますし、いい、そのエネルギーと発想をね、ずっと私は遠巻きに見守っていたいと思います。あの頑張ってやっていきます、はいはい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。長くなりました。すみません。ありがとうございました、はい。